家系で食べました。そして最後は一人一人に感謝の気持ちを伝えます。はい、いいね。はい、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、他们刚刚有在吗？现在都在这里。嗨，大家好，今天怎么样？这个跟今天因为其实早上人很不舒服，今朝ちょっと状まあ通常悪かったので。然后刚刚我觉得可能唱歌唱的不是很好，因为喉咙其实也是不太，因为就是一直在咳啊，一直在咳嗽。でなんとなく咳がちょっとあって、そう先ほどの歌はもう出来がもう良くなかった。嗯，对啊，所以如果刚刚就是可能。就是可能看起来比较表现如果不好的话，希望他就把那个剪掉。对，もう息が悪かった部分は取ったとしてもカットしてくださいね。お願いします。他没有问题吧？すごいファンとたくさん。太好了，可以跟那么多粉丝见面，是不是很好？觉得就是觉得很开心，真的很开心。尤其我觉得就是一出去上台，然后看到就是整个就是到很多楼都是很多。家就是很多朋友的时候，我都觉得哇，那种就有点像昨天见面会那种感动又出现了。那登壇してこの会場の方だけではなくて、2回3回ずっと上までファンの方、まあ皆さんも家族ですからね、見かけても本当に嬉しかった、感動しました。なんか昨夜の昨日のそのファンミのその感動をもう一度蘇らせみたいな、そういう感じがしました。而且他说有些人好像从昨天晚上就来这边等。で聞いた話では昨夜徹夜組も出たというふうに聞きましたので本当に申し訳ない。真的就很辛苦。哎，すみません。对啊，谢谢。ありがとうございました。谢谢啊。お疲れ様でした。辛苦了。他们比较辛苦了。那个背那个摄影机的比较辛苦。カメラマンの方一番重たくて大変でしょう。お疲れ様でした。ありがとう。兄貴。イベント後ファンへの思いを語ってくれました。日本でのファンミーティングを終えられましたけれどもいかがでしたか。刚开始很紧张，然后后来就觉得还蛮开心，因为终于可以在日本然后唱自己的日本歌给大家听。でもその日本語で歌う時って緊張しませんでしたか。緊張しました。緊張しました。うまくいきましたか。就后来慢慢可能习惯就比较好一点。できまして良くなりました。あとはCD のリリースイベントも行ったそうですけれども、その時は握手会でファンの方一人一人と触れ合ったと思うんですけれども、実際にファンの方と触れ合ってみていかがでしたか。觉得很特别啊，然后我自己很喜欢，就是如果来看我的人，然后我可以每一个人都握到手，然后每一个人都可以听到他们跟我讲些什么，然后觉得那个让我印象蛮深刻的。お客様の反応っていうのはどうでしたか。反应，其实我觉得看到大部分很多人都很开心啊，然后有人甚至会流眼泪嘛。那对我来讲，我觉得很多人都把我当像他自己的小孩或者是他的亲人看，然后很多我觉得很多人来然后反而是给我很多的鼓励跟支持，就是叫我要加油，然后叫我不要太累啊，然后压力不要太大，我都觉得就很不好意思，因为我觉得应该是我来然后带给大家开心然后来鼓励大家，可是我怎么觉得好像我来然后反而是大家来鼓励我，然后大家给我更多的勇气跟信心，然后让我觉得我以后会想要做的越来越好。で今回のアルバムがオリコン初登場8位ということで、それを聞いた時はどのようなお気持ちでしたか。信じられない。然后觉得就很不真实啊，很像自己做梦，然后梦到自己在日本有这么好的成绩。不过还是我觉得我可以有这么好的成绩，还是要谢谢就是很多家族的朋友吧。我觉得就是
如果没有他们那么帮忙，我想我今天也不会有机会在日本，然后有这么好的成绩，然后更不要说我有机会可以在日本发唱片。嗯。今回のそのアルバムのフリーダムっていうアルバムはご自身で、まあ、どのようなアルバムになったっていう印象ですか？比较像是一张精选集吧，就是我觉得每一首歌都很好听，然后所以这也是为什么我们做这张专辑，我们花了五年，然后我们可能听了可能很好几百首歌，然后从那么多的歌里面挑出，我觉得每首歌都是还蛮好听，然后我觉得他感觉就像自己的小孩子一样，嗯。まあ、今回 の, そのアルバムを制作する上で日本語の歌詞もあってこう伝えずという言葉がすごく難しかったっていうお話を聞いたことがあったんですけれども、それ以外に何かここは難しかったなとか、ここはちょっと困ったなっていうことってありましたか？是蛮多的。对啊，就是我觉得它的难在于是说，我觉得我讲得出来，但我听不出来我哪里。跟日本人讲的不太一样，可是可能别人听起来就知道我讲的那个发音是不正确，然后我觉得我要一次又一次一次又一次去听，然后我才听得出来，哦，可能有一些些地方是真的差很多的。嗯，ここはこだわったぞっていう点っていうのは何かありますか？我觉得我一开始来日本录音的时候可能因为太累，然后我前两天其实感冒嘛，然后喉咙状况很不好，所以那时候自己唱出来的时候，自己其实都觉得说怎么唱得那么难听啊。然后对啊，到后面越唱越顺，然后越唱越好听的时候，自己觉得才比较可以放心说啊，还好后来越唱越顺，然后那个很顺利，然后不会有像之前自己的担心说觉得啊，真的因为感冒喉咙状况不好，然后那个声音真的就是可能我连我自己听的都很失望。嗯。そういうふうに思うようになって、その時はとてもなんかうまくいきました。ちょっと気持ちが変わるとそううまくいったんですかね。嗯，大切ですね。大切なことですね。そうですよね。歌ってる時ってどういうことを考えて歌うんですか？看什么歌啊？やっぱり歌の中で。じゃあ例えばそのラブソングだった場合っていうのは。そういうことを想像しながら歌うっていうことですか？就会想象可能以前跟女朋友的一些，比如说甜蜜画面啊，或者是一件很开心的事情吧。何かこうレコーディング中とかにハプニングとかってありましたか？其实困难，我觉得最困难就是怎么样真的收到歌是我们大家都要觉得就是好听。然后因为就像我刚刚讲，你要从好几百首里面，可能你只能挑出几首，然后每一次听歌，你因为你有时候你已经听了很多的歌，有时候也听到已经不太出来，就是有点麻木，就分不太出来这首歌到底好不好听了。何百ものこう曲を選ぶのも大変ですけど、まあその中から選んでさらに自分の中でこの曲が一番好きだなっていう曲はどの曲ですか？最喜欢的哦，其实蛮多的，就像那个第十首《等你回来》，然后像第一首《Thank You》，我也很喜欢。